スタニスラス・マリー・マイヤールスタニスラス・マリー・マイヤールはバスティーユの義勇兵の隊長だった。彼は国民衛兵としてバスティーユ襲撃に参加し要塞に突入した最初の革命家であった。マイヤールはまた1789年10月5日にベルサイユ宮殿へ行進した女性たちに同行し、そこで起こった出来事について後に裁判所で証言した。 マイヤールは1789年7月14日のバスティーユのダッシュに参加した。以後、バスティーユの義勇兵の隊長という称号を与えられて、彼は革命の区切りとなる出来事の大部分に積極的に参加した。彼は新たにエベールパの戦列に加わり、公安委員会によって革命に関連した活動を行う警察組織を設立する任務を与えられた。 彼はまた1789年10月5日と6日に起こったベルサイユ行進の指導者の一人であったが彼が参加したのは10月5日のみであった。ベルサイユ行進は革命を侮辱したと思われるこの衛兵に対してパンと正義を要求するために魚売り女や市場の女たちがベルサイユまで行った有名な行進であるがマイヤールは 女性たちの苦情についての代弁者となり、憲法制定議会の前で次のような声明を発表した。我々はパンを求めるとともに、愛国的な気象を侮辱した、この衛兵の処罰を要求するために、ベルサイユにやってきた。声明の後の方は、ベルサイユ宮殿にやってきたフランドル連隊のために1789年10月2日に開かれた宴会で出席した。 この衛兵たちが国家の気象を足元に踏みつけたという広く信じられていた噂を元にしている。後進の参加者たちはいつかに王妃や議会で目にした聖職者の議員たちを侮辱し、宮殿の警備兵と衝突するなど過激な行動をとった。1790年に国民衛兵の隊長に任命された彼は1791年7月17日、 共和国の創設を宣言したシャンド・マルスの誓願に署名した。1792年9月にはパリのコミューンの命令によって最近逮捕された囚人の大量虐殺を終わらせるために彼は論争の的になる役割を果たした。彼は虐殺を援助し扇動したように見え彼がいることによって虐殺が合法的なものに見えるような雰囲気を作るのに手を貸したが 一方で、他の人たちは、彼が事件の中で、天遊信女のような役割を果たしていたと信じている。後世の人々は彼を、安倍監獄の偉大な裁判官、または殺人者の長として認識している。安倍監獄で、即決裁判所の長官を務めている間、マイヤールは、地のグラスのヒロインことマリーイコールモリーユの父親である。 シャルル・フランソはビロド・ソンブルイを釈放した。血のグラスのヒロインという、この呼び名は、彼女が父の生命を守るために、グラス一杯の血を飲み干すように強制されたという伝説を指している。ジュール・ク・ラルティは、虐殺の副司令官であり、また裁判官としての役割を持った、マイヤールを目撃した人物の報告を引用している。マイヤールは、もじゃもじゃの髪の毛を持ち、 大柄で色黒な30代の若い男だった。彼はストッキングを履き、大きなポケットのついた灰色の服を着ていた。恐怖政治の下で、彼はエベール派との関係のために2回拘禁され、結核により、緊急のうちによう去った。ソレル、アレクサンドル、スタネスロスマヤ、ロムジュニセプトンブラ1792、パリ、エオーブリー。ありがとうございます。